さあ今日はですね、皆さんに、残念な、ご報告があります、やはりこの里崎チャンネルで一番最初にやっぱご報告しなきゃいけないというところで、今回はですね、袴田さんもいない中で、一人で、皆さんにこう報告しなきゃいけないことがあるということでね、今日は、そのご報告にこの一動画を、ちょっと使わせていただきますけども、皆さんの、期待を、裏切る結果になってしまって本当に申し訳ありませんでした。ここまで必死にやり続けてきた全試合総チェックおしまいもうおしまいです。みんな期待ね、楽しみにしていたくれた皆さん、あとあのコメント欄で海外から見てますと、野球中継見れないのでこの里崎チャンネルの総チェックが一番楽しみなんで続けてくださいとお声たくさんいただいておりましたけども、僕がね YouTube だけやってたら 100% できます。先週のね金曜日に出た動画でも言いましたけども、地獄のスケジュールです。なんとかかんとか時間を作ろうって頑張ってきましたけども、さすがにもう24時間では足りません。もう見切れない、調べれない、寝れない、自分の時間全くない、やりたいこともできない、もう無理です。いや、やろうと思ったら、まあ、できるかも分かんないんですけど、ずっとやってきて睡眠時間4時間の時とかも普通にあるんですよ。まあでもまあ別に大丈夫、まあ結構僕体力あるんで別に大丈夫かなと思いながらやってきましたけども、いろんなねゴルフの番組、新番組がね千葉テレビで昨日ですね、日曜日、毎週日曜夜22時から22時半まで、佐々木智也のゴルフ直球勝負という番組がね、行われてますけども、それもあると。セカンドチャンネルの方で秋の G1 競馬です。秋の G1 が始まりましてですね、まあ、春の G1 もやってきて秋の G1 やっと始まったと、皆さん多分忘れてると思うんでね、セカンドチャンネルのこれです。皆さん見てください。秋の G1 戦線やりますんで、競馬もやらなきゃいけないと。で、しかもですね、総チェックやってきてですね、ちょっと矛盾が生じてきてる。今現状。それなぜかというと、消化ゲームが非常に多いと。ここで発表します。楽天西武、日本ハムオリックス。消化ゲームです。突如の発表です。はい。まあ、楽天だけ、もう 5% ぐらいの可能性あります。でも、あと、ロッテとの直接対決6試合ありますけど、全勝したら入れ替わる可能性があるんで、まあ、5% ぐらい。首の皮一枚まだ楽天だけは残ってますけども、西武、日本ハム、オリックス、調和ゲームです。もう確実です。セ・リーグ、阪神、過去球団、調和ゲームです。あとはセ・パも監督コーチの自分のプライドをかけて A クラス入りを、狙っていくっていう戦いだけになります。そうなってくるとですね、解説しててもですね、ここ本当は進塁打打たなきゃいけないけど、まあ別に調和ゲームだから、まあ、無理に打つ必要ないよねとか、もうここ本当はピッチャー変えた方がいいけど、まあ別に消化ゲームだからこのまま投げさせて来季に向けて教育した方がいいよねと。なんでこいつここで投げてくんやろ、他にいるやろ、まあでも来季のため、もしくはテストのために、まあどんなもんか投げさすことも必要だよねっていうように、勝つ負けるよりも大事なことをがあっての試合になっていくんですよね。でそうなってくると勝つための解説をしていくところで、その多分現場と僕の矛盾が限りなく広がっていくというところで、そうなってくるとですね、まあ、なかなか難しいと。あともう時間がないと。1日30時間あったら僕もできるんですけど、24時間ではちょっとできないというところで、でまあね、中途半端にやってもここまでちゃんとやってきてね、約90試合せっかくやってきたのに、こっから中途半端になってなんかつまんなくなったぞとか、当たり前のことしか言わなくなったぞとなるとね、せっかくやってきたのにもったいないじゃないですか。そうなってくるとスパッとやめるっていうね、だからもう今日で終わりです。今日でっていうか、今日もやりません。でもですね、ご報告があります。ハッピーのニュースもいるじゃないですか。今まではバッドニュースです。これからはグッドニュースあります。それは何か。今週の土曜日から新企画スタートというところで、今週の多分土曜日から始まります。まだ撮影しないんで、これから撮影するんですけども、土曜日から1週間で火曜日のプロスピと木曜日のパワープロがあるんで、でセカンドチャンネルで土曜日に G1 競馬予想チャンネルをやってますんで、そちらもご覧くださいね。でメインチャンネルでは、まあ、火曜日プロスピ、
木曜日パワープロとかって、まあ、週5個ね、あの動画を出していくんですけども、今週の土曜日からこの企画、ドラフト前、昨年の各球団のドラフトの1年間振り返り通信簿&今年のドラフトの各チームの戦略、佐々木チャンネルでやっていきますというところですね。1日1球団の昨年のドラフトの振り返りです。どうだったかと、即戦力と言われた人が本当に即戦力だったのか、有望と言われた選手がどう活躍したのかっていうところをね、1年間経っての通信も、今年の各チームの課題をしっかり見つけて、どういうドラフト戦略を立てた方がいいのかっていう企画を12回やらなきゃいけないんで、今年は10月26日がドラフトというところですね。土日で2回で、来週再来週で合法で12回、ちょうど25日で終わる計算です。毎日ね、どの球団が出るとかっていうところで、皆さん苦労するね、楽しみだと思いますけども、そちらの企画に変えます。それもやらないといけないんで、総チェックやってる場合じゃないっていうね、ところもありますし、まあいい機会かなっていうところで、もう終わりです。いきなりです。皆さんすいませんね、期待していた。でもドラフト始まります、期待してください。最後にですね、ご報告あります。里崎がこれまで、つけてきたですね、この総チェックのこの里崎コメント、このよね、セパに分けて裏表で、まあ、あの日付込みでですね、いろんなチェックポイント、まあこれね、ただの走り書きだから落書きみたいなもんですけどですね、これをですね、里崎チャンネル視聴者の皆さんにですね、プレゼントしたいと。まあ、いる人が いる、あ、ね、いるって言うんだったらね、いらない、こんなゴンみたいなやついらねえよみたいな感じだったらあれですけど、この、 あの1年間貯めてきたこの佐々木チェックの全カード分の、資料っていうところをですね、佐々木チャンネルご視聴の皆さんにですね、プレゼント、しようかなとシーズン後思ってます。まあ、そのプレゼントの仕方はですね、まあ、今後検討するというところではありますけども、まあ、イベントをしてですね、イベント参加者に、皆さんにプレゼントして、まあ、これはこの後、今は思ってますけども、まあ、でもその情報はね、またおいおい出していくんで、これからも、佐々木チャンネルご視聴よろしくお願いします。佐々木チャンネル、こんにちは。さあ行きましょう。今日ね、さっきまではご報告です。今日趣旨の企画こちら、じゃじゃん、今年12球団監督交代はあるのかっていうね、また際どいところ攻めます。はい、今年ですね、12球団ね、戦ってきて中で、監督の、まあこの時期が来るとね、監督の交代あるのかないのかっていうところが、出てくると思いますけども、こっからですね、里崎の完全な予測です。今年はですね、12球団の監督交代ないんじゃないのかっていうね、里崎的予想です。現状考えるとですね、例年で言うと8月ぐらいに監督が変わる場合は球団が動き出してるんですよね。なぜならまず動き出して監督を、まあ、1ヶ月目処に決めていくと。でそこからコーチも選定し直さなきゃいけないってなった時に、まあ、その今外にいる、じゃあ解説者評論家とか、もしくはじゃあ BC リーグで監督コーチやってるとか、他の業種で仕事してるとかっていう人に声をかけるとしても、その人たちもいきなり言われても、今の現職の仕事をいきなり今日で辞めますってできないですよね。今所属している、もしくは今仕事しているところの会社、もしくは部署とか、もしくはそれに伴ってお客さんがいたりとかする場合は、多くの人に迷惑がかかるというところで、やはり数ヶ月間の辞めるための準備の期間も置いてやっていかなきゃいけないというところで、今日やってはいやりますっていうのは、多分社会の常識上なかなか難しいと思うんですよ。だから基本的には例年でいうと8月頃から監督交代やコーチ交代に向けて球団を動かしながら、アプローチをかけて、それで来てくれる来てくれない交渉も含めてやっていって、全てのシーズンが終わって、まあ、10月中頃から11月のキャンプに向けて人事を入れ替えて、まあ、秋のキャンプで、まあ、お披露目しながら来年に向けて準備していくと。でしかもドラフトも監督が変われば、新しい監督のもとでドラフト戦略を立てて、話し合いのもと誰を取るかっていうドラフトに行くわけですよね。でも今年はですね、先ほど前段で言いましたけど、12月26日の月曜日がドラフト会議というところでですね、その現時点で言うとですね、まだプロ野球シーズン中です。そう考えると、今この10月26日行われるドラフトには現監督が参加していくわけですね。そうなってくると、
仮にその監督が来季契約を結ばないで退団するとなった時に、その監督の意向を汲んでドラフト戦略しても意味ないですよね。だからもし仮に監督がもう辞める場合は、今もうすでに言われてます。今言われてないとおかしい。なぜなら来季に向けての戦力補強をするときに、来年いない人がその同席に入ってそこに戦略を組むってチームとしておかしいですよね。10月5日ですけど、まああとだから26日までだから21か、だから3週間、だからまあ最低でも今週中ぐらいにまでは言われなきゃもう多分無理だと思うんですよね。でもそれでもそのコーチ選定を選ぶのにはギリだと思うんですけど、じゃあもう仮に交代劇があったらどうなるのかっていうところを考えると、交代劇ある場合はもう内部昇格のみだと思うんですよね。大きく入れ替えれないんで、もう2軍から1軍の監督、もしくは1軍にいるコーチから監督っていうところの現状になってくるんですけど、でもそれを現時点でシーズン中に言われると、まあいざこざするっすよね。だからなかなか球団としても言いづらい。でしかも、まあ、今で言うとセ・リーグだとね、阪神、DeNA、中日がね A クラス争いしてるわけですよね。で中日とかも数年ぶりの A クラス入りだし、DeNA ラミレス監督もやはり連続して A クラスに、まあクライマックスないけども A クラスに入りたい。で阪神矢野監督もそうですし、やっぱりその、まあ、前の動画なんかで多分言ったと思うんですけど、監督とコーチっていうのは選手じゃないんで、結果を示すにはチームの順位でしかないんですよね。そうなってくるとやっぱ A クラスと B クラスではやっぱ天と地ほどの差が違あると。でその中でメディアも含めファンの人も含めて、やっぱ B クラスを何やっとんやと、で A クラスだとまあ最低限良かったねっていう評価になるというところでは、やっぱ監督コーチはやっぱり A クラス絶対っていうところをね、モチベーションでやっていく中で、現状ねそういうチームの監督にもう来季契約しませんっていうのはなかなかモチベーションを下げることにもなりますし、そこで B クラスっていう、まあ球団がね別に AB もどっちもいいよってなってたらちょっと話は変わりますけども、で考えると12球団監督今年は交代ないんじゃないのかと。しかもこのコロナ禍の中でね、キャンプやってきてオープン戦やって開幕延期になりました。で練習試合でバタバタしながら無観客で6月19かなから開幕しましたってなったところで、でこの状況、この難しい状況の中で、まあ、みんな12球団どこも平等だから、まあ、結果を出さなきゃいけないって言われたらそれまでなんですけど、その中でああでもないこうでもないって言われてもなかなかちょっと難しいしかわいそうですね。でそう考えると、まあ1年って大きいですけど、もう1年もしんって思うことがあったとしても猶予を与えて、まあ来年もねこのコロナ禍の中、まあ今速効性のあるねワクチンが、まあ、承認されてるわけでもないし、今全国民に行き渡ってるわけでもないって考えたら、まあ、来年以降もどうなるかわからないっていうね、いうところはありますけども、でしかもフルシーズン戦っても11月2週目までぐらいは戦う、で日本シリーズまで考えると11月末まで戦うっていうところで、11月、まあ今年はね秋のキャンプはまあ12球団ともないんですけども、この11月中ぐらいまで戦って、そこで交代で、じゃあ1月の自主トレまで1ヶ月半で全部整備しきれるかなっていうところを考えると、ちょっと難しいんじゃないのかなと。まああるとしたら、できる球団だったら内部昇格だけで済ますっていうことはあるかもしれないですけど、まあそうなったらただね頭すり替えてその以下の人たち全員一緒みたいな感じになってくると、正直あんまり何も変わらんなんじゃないのかなっていうところもあるんで、僕の予想としては変わらないんじゃないのかなっていうところは、あります。しかもドラフトがあるんで、それがね辞める監督がドラフト行くっていうのもちょっとんっていうところもあるんで、今年の12球団の監督交代なしと、辰崎チャンネル的には。まああとねオリックスが西村さんが交代して中島さんがね監督になって、まあ代行になってますけど、それはまあ中島さんが来年監督を引き続くっていうところで、まあファンの人のね思いもいろんなあるかもわかんないですけど、いろんな状況を踏まえても今年は辰崎的にはないのじゃないのかと。果たしてそれがどういう結果になるのかは分かりませんけども、これも予測ですねっていうところを今日はお話したとともに、前段では、謝罪と、後段では来季に向けてと、そしてドラフト企画土曜日から配信します。ぜひ期待してくださいということで、皆さん、約90試合ですね、全試合総チェック、お付き合いいただき本当にありがとうございました。佐々木も頑張りましたけども、さすがになかなか、もういろんな意味でね難しいっていうところにもなりましたし、まあでも今後もですね試合展開でいいとことか面白いとことか、すごいいろんなことがねあれば、その都度全試合っていうわけにはいけないですけど、ピックアップしてお伝え、したいと思いますしですね、来年できるかなこれね。
まあ来年はね、どういうあの仕事の内容になってるか分かりませんけども、来年もね、できたら、総チェックね、また開幕したらやっていきたいなと、思います。ということで、以上、今日はここまで。じゃあ